スリンキープラスチック製のスリンキースリンキーは、ジェームズ・インダストリーズ社が販売しているバネ状のおもちゃである。鉄製のものとプラスチック製のものがある。これらをバネ状に加工したシンプルなおもちゃであるが、非常にユニークな動きをするのが特徴である。これは、リチャード・ジェームズが開発し、1945年に特許を取得した。同年から販売が開始されたスリンキーは、 アメリカ合衆国で人気商品となり、1946年のニュートイオブザイヤーに選ばれた。スリンキーとは、優美で流れるように動くという意味で、リチャードの妻、ベティ・ジェームズが名付けたものである。日本ではその色合いと、形状からレインボースプリングと呼ばれ、販売されている。レギュラーサイズ、ロングサイズ、ミニサイズなどがあり、ミニサイズには、星型やハート型などもある。 虹色でない場合、カラースプリングとも呼ばれるが、虹色のものが主である。また、色のついていないものもあり、それはトムボーイという名前で売られているのが一般的である。虹のカラーリングがこの玩具の特徴で、どの遊び方でもそれが美しく不思議に映える。1940年代に、ジェームズ・インダストリー社は、スリンキードッグという胴体部分に、 スリンキーを使用したダックスフントの犬の人形を発売し、こちらも人気商品となる。発売初期はブリキで制作されていたが、70年代にはプラスチック製に改良されて制作された長らく絶版ン具となっていたが、1996年公開のトイストーリーに登場し、一躍知名度を上げたことで映画のデザインにリニューアルされて復活した。ありがとうございます。